ようお前ら、俺様だ。今日もね、もうちょっと YouTuber の集いでだいぶ暗くなっちゃったんですけど、それでもね、太陽はボーボー燃えてまして、動画ビータだこちらの。あ、どうも、キュチクデカマダです。はい、あのなんかね、あの俺様の恒例のインタビューにね、あの答えていただけるということで、大変ありがたいです。なんてことだ。じゃあまず、はいはい、あのここは代々木公園なんですけど、あの代々木公園のなんか好きなところってありますか？そうですね、このコンクリートの肌触り感がめちゃめちゃ好き。肌触り感がめちゃくちゃ素晴らしい。はい、そうですよね。はい、上野公園とか行ったことあります？ありますね。どっちが好きですか？上野の方が好きかもしれないです。上野の方が好きですか？ちょっとこう僕を迎えてくれるような肌触り感が見られます。じゃあなんか全然ちょっと話題が違うんですけど、はい、好きな食べ物って何かありますか？カレーですね。カレー、はい、カレーってあの、はい、カレーの味がすると思うんですけど。それはそうですね。もちろんそうですね。はい、もしカレーが辛くなかったらどうします？辛くなかったら甘いですね。甘いですね。甘いありますね。あ、そうですよね。はい、はい、ありがとうございます。ちなみに、なんか大事にしてるものってありますか？僕の心です。心、もし心を文人さんにボーボー燃やされちゃったらどうしますか？文人さん燃やされた、文人さん燃やします。あ、そうですよね。はい、じゃあ最後に究極の質問がありまして、はい、あの妖怪ウォッチのジバニャンってご存知ですか？はい、ジバニャンの腹巻きをボーボー燃やすことについてどう思いますか？ジバニャン腹巻き燃えると、いや成仏いいんじゃないですかね。ああ、ありがとうございます。はい、はい、じゃあね、今日はどうもありがとうございました。すいません、くだらないですので、それではさようなら。ボー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